2-4-1. Yes, we knew it'd be a tough game after last weekend. We had two very tough fought wins, and we came out defensively. We weren't the same team as we were last weekend. We made too many mistakes that Osaka gained confidence. We're a defensive team, and tonight we didn't play, especially in the beginning of the game, the level of defense we need to play to win. So we need to work on that and come back this weekend. Get back to our identity. まああの名古屋戦の後、でかなりまた厳しいあの戦いだったなというふうに今日振り返って、思います。まあ特にあの出だしがやはりあのまああまりうまくいかなかった部分があったかなというふうには思います。まあ相手も、かなりディフェンシブな、チームでしたし、まあコートの外から見ててもやっぱり多々エラーがあったりミスが、続いてしまったなというふうには思います。本当に特に出だしの部分かなというふうには思いますので、しっかりと、まあ、今週末まだ試合がありますので、僕らのやりたいバスケットボールというのをまた考え直して、しっかりとまた今週末に向けて、準備はしていきたいと思います。今日あのイ・ヒョンジュン選手に関してなんですけども、カーティングが難しかったと思うんですが、どういう対策をされましたか？What did we do? Scouting for Namada. What did we do for scouting? Yeah. No, but he just came in the league, but we know he's a very good player. He can do many things. He can drive the ball, but he can shoot the ball as well. So what we wanted to do is play him on, make him defend, and make him and put in off-ball actions and make him defend. And anyways, we wanted to contest his shot and be physical with him. But tonight he had a very good game. Mama. まあ、11番の彼も、まあ、いい選手っていうのは分かってはいましたし、シュートも打てるし、ドライブもカッティングもできる素晴らしい選手だと私たち、まあ、理解はしていましたので、まあ、基本的に僕らのプランとしてはやっぱりオフボールのところでしっかりとアクションに絡めてしっかりと彼をアタックするっていうふうには考えてはいましたが、まあ、本当にあの今日も彼の素晴らしいゲームだったと思いますし、かなり、まあ、やられてしまった部分はあったので、まあ、次回ですね、まあ、あのしっかりとスカウティングしてまた次に臨めればと。今後あの CS 出場に向けて西地区内での順位争いだったりあの他地区とのワイルドカード争いがあると思うんですけどもそこをどういうところを意識したりあの修正したりして戦っていこうと思われてますか？ So we need to get our defense back the way it was the last four or five games. Over the four games, we had three games where we held teams below 70 points.So that's our identity. So we need to get back to rebounding and playing defense, which helps us on the offensive end. まああの本当に自分たちがやりたいバスケット、すなわちまあディフェンスの部分をしっかりとあの修正しなければいけない部分はあるのかなというふうには思います。まあこの、過去4試合、ですかね振り返るとやはりディフェンスから、いいリズムを作って、オフェンスにつなげるっていうのが私たちの、バスケットボールのアイデンティティだとは、私たち信じていますのでしっかりとそこの原点に。確かにまた見直して次にあの次のプレーオフ争いありますけどもしっかりとそこに立ち返って修正していければなと思います。中村拓斗選手だったりとか三谷選手若い選手の活躍についてはいかがでしょうか。Yes, but with the injuries we've had, we really needed our young players to play an important role, and they've been playing better and better every game. They're learning a lot.And growing, so they still have a long ways to go, but they're playing with a lot of confidence and they are helping us out a lot to win games. ワイルドカード争いと CS 出場に向けて今、チームの状況はご自身から見ていかがでしょうか。まあ、本当にこうワイルドカードをこう争っていく中でこれからこう非常にタフなゲームが続いていく中であの本当にチームとしてはあのいい方向に進んでいると思いますし、まあ、今日の試合でこうあの負けてしまったことはあの本当にこう非常にもったいないゲームだったなと思うんですけどでもこうその中でもあのいいプレーも何個かあったので、まあ、そういったところをこうあのつなげつつしっかりこう改善できるところを改善してこれから本当に
あのワイルドカードを争うチームとやることになるので、まあ、本当にこう一試合一試合戦っていきたいなと思います。平島選手が抜けたことでチームの中でさらに重要なキーマンというふうに中村選手がなられていると思うんですけども、ご自身でそこのところの抱負というのをお聞かせいただきたいですか。そうですね、まあ、本当にこうプレータイムも長くなってきている中でこう、まあ、僕自身は本当に自分の今までの役割をしっかり果たすことだけだと思っているので、まあ、その中でしっかり点を取るときはしっかり取りに行ったり、ディフェンスでまあ、チームのトーンをセットする部分ではそこは変わらないと思っているので、まあ、そういったところをこれからの試合も引き続きやっていきたいなと思います。役割のところに具体的にヘッドコーチからはどういうことが要求されているとかありますか。そうですね、まあ、本当に一番はゲームコントロールのところでどの選手がどういうふうに攻めるのかであったり、あとはディフェンスのところではしっかりまあ、オンボールプレッシャーであったりどころが自分の役割だと思っています。これから の, 対戦カードが結構ワイルドカード争いのチームが多いと思うんですけども、そこに対して何か考えることとかはありますか。そうですね、まあ、本当にとにかくタフなゲームが続いていくと思うので、まあ、本当にこう後先のことを考えるのではなくて CS に出るためにはまずしっかり一勝一勝していくのが大切だと思っているので、まあ、目の前にあるゲームをしっかりこう準備して自分たちのやるべきことをしっかり遂行していくだけだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お伺いしたいんですけども、まず、チャンピオンシップ出場に向けて今すごい重要な時期になっていると思いますが、今選手にとっていかがでしょうか。I mean, it was a disappointing game, from start to finish. I mean, we fought hard in the second half to try to get back, but yeah, we didn't come out with the right energy. Personally, I didn't play very well, and it was a big letdown after, you know, a good couple wins this weekend. まあまあ、まず今日の敗戦はかなり悔しかった、敗戦かなというふうに思います。まあ、出だし、第1クォーター、第2クォーターともにあまり良くなかったなというふうには、思いますし、私個人としてもあまりいいプレーは、パフォーマンスは、見せられなかったなというような、感じがありますので、本当に、悔しいなというふうな思いでいっぱいですが、本当に、まあ、今週末もそうですけど、やっぱりプレーオフに向けてまだ重要な試合というのは、残っていますので、しっかりとまずは、今週末に向けて、一団結して、次のゲームに向けて臨んでいければと思います。Just get back to playing how we've been playing. Moving the ball. One of the bigs, we gave up 30 points. That's not our defense. And just playing with high energy. まず、まあ、勝ちもそうですけど、まあ、今週末に向けてやっぱりその自分たちのバスケットボール、原点にしっかりと立ち返らなければいけないというふうには思います。まあ、インサイドで、まあ、30点近く、失点というのは、まあ、本当に僕らのやりたいバスケットではないとは思いますので、しっかりと私たちのまずやりたいバスケットというのをまた見つめ直して思い出して、積み上げていければと思います。ご自身、エヴァンス選手、ご自身はチームの中でどんなふうに役割を担っていこうと思いますか。 I think about your role, you might be able to contribute to that. Man, same as it's always been. Sharing the ball first and foremost, getting everyone involved, scoring, and then, you know, being one of our best defenders. So, try to do a little bit of everything. Tonight, didn't do much of anything, but it's basketball.本当にコーチ陣であったりチームが自分に求められていることをしっかりと遂行するというのも一つですけど、やっぱりまあディフェンスだったりオフェンス面でも自分ができること、そしていろんな方多岐にわたっていろんな方向でしっかりとチームに貢献するというのが僕のまあ役割かなと思います。いろんな方面で役割を担うというのは僕の役目でもありますので、まあ、今日まあ自分の個人のパフォーマンスを振り返ってもあまりチームに対して貢献はあまりできなかったかなと。最後に一つなんですけども、中村選手、山田選手など若い選手が活躍されていますが、それから見ていかがでしょうか。
Yeah. Yeah. Tak is playing at a really high level right now. You know, with Rio being out, he's playing great basketball, sharing, making shots. And yeah, him and Mitani have given us a really great lift. So, you know, for us to make a playoff push, he's got to keep doing it, and I believe he can.やっぱりタクトはかなりハイレベルなバスケットボールを展開してきているなというふうには思います。本当に成長は著しいなというふうには思いますし、まあ、いいパスもかなり今日は見受けられましたので、かなり素晴らしい成長を遂げているなとは思います。で、本当に三谷も本当にチームに対してかなり多大な貢献をしてくれているので、本当にその2人っていうのは、まあ、本当に寮がメインのポイントガードの寮がいない中でもかなり成長を遂げているので、本当にプレーオフに向けて重要な試合が続きますけども、2人にはこのプレーを続けていってチームにしっかりと貢献してくれると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。